いいですか、ね、
していただきまして、とっても本当に楽しみで、美味しいのが半端ないというところですが、そのね、今シーズンもちろんのことながら、夏が来ます。はい、はい、夏というのは何ですか？ビーチですね。何ですか？ちなみにどこのビーチが好きでしょうか？やっぱり湘南か三浦半島ですね。三浦海岸、地元ですから。はい、ちょっと突っ込んでいいですか？おい、はい、じゃなくて、はい、ね、我々の夏といえば、はい、鈴鹿八大じゃないですか。あったね。ありましたね。あったね。はい、一緒にね、パートナーを組ませていただいた際も私やらかしましたから、はい、はい、はい、酒井さんとはね、割と本当パートナーでね、時もありましたし、はい、同じチームでね、2大体制で走ったこともありましたし、はい、チームメイトでございます ね、まあ、あの時は良かったですね。あの時もね、はい、ただ今年のこの鈴鹿八大、皆さんめちゃめちゃ聞きたいと思います。言える範囲で結構です。言える範囲は2月のイタリア大使館で発表会をしました。我々チーム加賀山はガッティ加賀山としてね、エントリーしますと。全日本は本気でヤマハファクトリー、はい、12回チャンピオン取ってる男を倒しに行きますって言ったのと、はい、鈴鹿8時間耐久、はい、これもガッティ加賀山でエントリーします。なのでね、待ってました。皆さん見に来てほしいなと思いますし、そこに出るからには、はい、で日本もそうですけど、8体も当然勝利を目指して、はい、勝てる体制を作るべく一生懸命今準備してま す、ね、やっぱりレースはね、はい、勝てるチャンスが、勝ちが見えるところを走るのが自分の目的だったので、今年はそれにすごい近い。ただね、勝つって簡単に言えないことなの、はい、対策もね、分かりました。大変さ分かると思いますけど、はい、本当にバイクの性能だけじゃなく、はい、全てがね、給油時間だったり、はい、チームのバックヤードだったりをトラブルを出ないようにしたりする、いわゆる本当トータルの戦いなのでね、簡単に皆さんの思いもね、応援もありますからね、はい、なのでこのドゥカティという車両が、はい、ファニガーレがその8時間通過8時間で勝つって確か今までないはずです。それこそ日本国内でね、イタリアのコントカッティが、好成績を出すのはまだまだ歴史が、はい、回数的に少ないかな。それこそこの間ね、全日本でポールポジション初めて見たですね。そうですね、水野亮が全日本の歴史で、イタリア車ドゥカッティでポールポジションを取ったのは初めてらしいし、はい、8体もね、ぜひ。そうですね、どうしようでないのかな。あのちなみにですけど、あの私もずっと前にね、はい、滑らせていただいてますが、あの8歳買ったことをございますね、はい、1回だけあります。ありますね。私も実は買ったことございます。はい、あったっけ。ありました。はい、あったっけ。なんかあの、まあ、その某チームではございますが、なんかね、今名前出しちゃいなさいよ、はい、吉村さんです、ね、吉村さんでは現在のところですよ、ただいまの時点では最後の優勝者らしいです。悔しいな。その前ね、その2年前かな、はい、加賀山と秋葉原でしたけど、はいはい、なんでね、あの今年はね、はい、優勝目指して水野と、あとここで今発表したいけどちょっとできないな、2人目3人目、はい、加賀山ではないですか。おちゃん、あのいや、これね、エピソードが一つあって、あのまあ今年レース2回やってて、はい、テスト含めるとサーキットにこのバイクで4回行ってるんですよ、チーム。はい、事前テストの鈴鹿、はい、事前テストの茂木、あと選手のレースの茂木があるんですけど、はい、なんかこう気づくと毎回バイクにまたがってるんですよ、この人が。で、なんかこうなんかポジションチェックをしてて、はい、これはなんか狙ってるぞと。ですね。で、まあ、全日本は僕が出てるんで乗れないんですけど、はいはい、でもこれが乗れる機会ってのはあと8歳しかないな。そうですよね。多分ですけど決まったらしい。そうなんです。ちょっと怖いんですよ、ね、徐々にちょっとずつ言葉を狭めて加賀山風に毎回してるのよ。
今度は無事に降りてくるでしょうか。さあ来ました。これは相当なきつい角度だと思いますけれども、でもこれもゆっくりゆっくりとコントロールしながら、さあ降りてきました。バランスを取りながら、このブルチスターダの性能をフルに発揮して、うわーすごい安定さ、素晴らしいバランス、素晴らしい、拍手をお願いします。
ぜひ後押しをお願いします。さあ手拍子いきましょう皆さん。さあぐずっと上がっていく上がっていく、おいやー滑らかに登り切りました。素晴らしい。これね、今走ってきましたが、はい、フロントがリフトしていただきました。フロントがリフトしながら、よし、角度がある。すごい。あ、下ってきましたよ。さあ、下にもね、中にもテクニックがいるんですよね。いや、すごいですね、この角度。これね、今遊んでますよ。はい、遊んでる。はい、まだこれ余裕なんですね。はい。ほら、そなりのコース。こちらも上がっていった。スイスイいっちゃいますね。このコースが3つとも角度が違うんですね、はい、違う角度がつけられている坂道なんですね。角度がきつくなってます。どんどんきつくなってる、はい、さあそのきつくなってるこのコースをいかに攻略していくなるでしょうか。さあどうなる。さあ来ましたよ。でもこれちょっとずつ降りるのも難しいんじゃないですか。そうなんですよ。このね、ほぼスタンディングしてるような状態で、おー、ね、すごい、はい、皆さん拍手をお願いいたします。すごいですね。あんなゆっくり逆に降りてくるという技術がすごいんですよね。確かに。さあそしてこれが最後。これは一番角度がついている、はい、いけるのか。では行っていただきましょう。皆さん改めて手拍子をお願いします。いきま